こんばんは、ベルリジンの島です。本日もウェブスターに掲載する商品をご紹介いたします。これから紹介する商品が10月の22日夜9時に掲載する商品になります。お値段、サイズなどの問い合わせはベルベルジンウェブストアに掲載後によろしくお願いいたします。詳しい方は下の概要欄貼っておきますのでご確認のほどよろしくお願いいたします。はい、綺麗すっぱりひげ剃ったのでよろしくお願いします。はい、まずはじめにキッズですね。はい、フォアマスターのファーストタイプですね。ちょっとパッチはちょっと割れちゃってます。はい、ですがまあ使用感はあって、それでもこういった感じにちょっと破れとかも出てきてます。ですがバックルバックの個体ですね。はい、いい雰囲気ですし、まあ、ディスプレイとかでも抜けるキッズアイテムかなと思います。こちらの値段で 69,800円に消費税です。続きましてチャンピオンティーですね。70年代バータグのラージ表記 100% コットンのリンガーティーですね。はい、でこちらカリフォルニア大学の、プリントが刺繍で、染み込みで入ります。ところどころちょっとポツポツと汚れとか見受けられるコンディションにはなります。はい、こちらもラージ表記ということで、自分がラージ表記なんですけども、自分が着用してビタッとするサイズ感になります。こちらのお値段で7800円に消費税です。続きましてもチャンピオンティーですね。80年代トリコタグのラージ表記、こちら 100% コットンのボディですね。ホワイトボディにこちらのイエルのプリントが染み込みで入ります。雰囲気もすごくいいですし、大きなダメージ汚れとかは見受けられないです。バッグも綺麗な状態です。ラージ表記ですね。こちらも身幅がちょっとキュッてなってしまってますが、自分で合わせてジャストサイズに近い形で着用できます。こちらのお値段で 39,800 円に消費税です。続きましてもチャンピオンティーですね。70年代バータグのラージ表記、こちらも 100% コットンで、フロントは無地で、袖がこういった感じの染み込みで切り返しが入ってます。そしてバックにですね、珍しいと思います、フェルトでプリントが4段入ります。はい、これは珍しいかなと思います。ところどころ汚れとかはありますが、雰囲気はすごくいいのかなと思います。ラージ表記で、こちらも自分が着用してビタッとするサイズ感になります。こちらのお値段で 12,800 円に消費税です。続きましてチャンピオンのフットボールティーですね。70年代バータグのラージ表記 100% コットンで、イエローボディにこちらブラックのですね、ラバープリントが入ります。ブラックもなかなかないと思います。ところどころちょっとステッチのほつれだったり、使用感は見受けられるコンディションにはなります。で、下にしっかりとタグもつきまして、バックも20番のナンバリングが入ります。ところどころピンホールとか細かい汚れは見受けられるコンディションになります。ラージ表記で、こちらも少し自分が緩く切れるぐらいのサイズ感ですかね。着丈は短めになってます。こちらのお値段で 19,800 円に消費税です。続きましてもフットボールティーですね。70年代バータグのラージ表記 100% コットンで、いわゆるナスコンボディの一点になります。雰囲気フェード感めちゃくちゃありまして、結構これはかっこいい一点ものかなと思います。しかもイエローのラバープリントでネイビーと入ります。はい、トータル的に見てこれはかっこいいアートビスの一点かなと思います。はい、このラバーのひび割れ具合とかもいいですね。ラージ表記、こちらも緩く切れるぐらいのサイズ感になります。はい、Gジャンだったりカバーオールのインナーにもおすすめかなと思います。こちらのお値段で 35,800 円に消費税です。続きましてクレイジーシャツですね。タグはこちらになりまして、サイズ表記はラージですね。ホワイトボディにこちらのプリントがフロントに入ります。はい、でピツもしっかりとタグもつきます。でバックもこういった感じに入りまして、ナイキのロゴもですねしっかりと入ります。はい、コンディションも非常にいい方かなと思います。ラージ表記で、自分が身幅もしっかりとあって緩く着れるサイズ感になります。こちらのお値段で 39,800 円に消費税です。続いてもナイキですね。80年代こちらコンタグつきまして、サイズ表記はエクストララージのアメリカ製です。でこちらもフットボールの仕様なんですけども、全体的に焼け感は見受けられる、フェード感が進んでいる個体にはなります。ところどころちょっとこういった感じのシミ汚れとかポツポツと見受けられますが、こちらもトータル的に見て雰囲気はすごくいい一点かなと思います。生地感も肌触りも結構着やすい感じの、感じになってますね。アメリカ製のエクストララージ、着丈はだいぶ短めにはなります。はい、このあたり女性の方にもおすすめだと思います。こちらのお値段で7800円に消費税です。続きまして、ここから、野原さん系のシャツが続きます。ですね、こちらのタグつきまして、サイズ表記はミディアムですね。でコットンボディの解禁仕様になりまして、ブルーベースの一点になります。でボタンもしっかりとつきまして、サイドにポケットもつきますね。コンディションも非常にいいと思います。目立った大きなダメージ汚れも見受けられないですね。はい、こちらもミディアム表記で、縮みとかはまだ出てないんですけども、自分で着用してビタッとするジャストサイズのサイズ感になります。
こちらのお値段で7800円に消費税です。続きまして、こちらもですね、アローの、あれがちょっとこの辺は、ダメージが来ている個体にはなります。ですが、このアローのタグがつきます。サイズ表記はラージですね。で、まあ、ボタンとかもしっかりと完品なんですけども、ところどころこういったダメージだったり、ポツポツと、ステッチのほつれとかが見受けられるコンディションにはなります。リペアもですね、細かく丁寧に施されてます。でも配色はすごくいいので、このあたり、土曜日の入荷日に、まとまって入荷したんですけども、だいぶやっぱ人気の商品なので、お早めにご検討いただけたらなと思います。自分で着用して、着丈もしっかりなので、まだスチームにかけていただくとまだ少しは伸びるのかなと思います。こちらのお値段で 29,800 円に消費税です。続きましてもオンブレですね。こちらはタウンクラフトのタグつきまして、サイズ表記はラージです。しっかりとループからの解禁で、こちらも、ポツポツとこういった感じで細かいリペアとかも施されている。まあ、クラッシュ系のオンブレになります。はい。ですが、このあたりの雰囲気はすごくいいのかなと思います。でこちらのバッグもですね、ちょっと、リペアとかも施されています。ですが、プライスに反映されてますので、このあたり、いいプライスの設定できてるかなと思います。自分で合わせて、こちらも少し緩めに着れるぐらいのサイズ感です。こちらのお値段で 39,800 円に消費税です。続きまして、1点スウェットですね。90年代青タグのチャンピオンです。エクストララージ表記の一点になりまして、ブラックベースでこちらスプリクトのロゴがブルーで入ります。この重なってる感じも、まあ、意外と珍しいのかなと思います。で、目もしっかりとつきまして、若干ですね、開け感とかは見受けられるコンディションにはなります。はい。まあ、ブラックボディなので、力足ないところかなとは思います。エクストララージ表記で自分が着用して、ガバッと大きめに、着用できるサイズ感になります。こちらのお値段で、7800円に消費税です。続いてもスウェット類ですね。はい、タグとかは欠損してしまってますが、ラグランスリーブの仕様の70年代頃のヴィンテージスウェットかなと思います。レッドボディで全体的にフェードしている雰囲気になります。はい。で、こちらにガゼットも入るパターンですね。脇ガゼットも入ります。で、バックも同様、全体的にフェードしているいい雰囲気の個体です。サイズ表記ないんですけども、SML で言うと S 表記ぐらいですかね。自分が着用して本当ビタッとする。まあ、着用には難しいぐらいのサイズ感にはなります。こちらのお値段で9800円に消費税です。続きまして、いいスウェットですね。60年代のチャンピオンのアンタグつけまして、サイズ表記はミディアムですね。で、ホワイトボディにこちらエンジのフェルトですかね。プリント3段入ります。プリントも非常にいいですし、サイズ感もまだ残ってる方かなと思います。ところどころこういった感じのリペアとかは施されてますが、丁寧に直されてるので、着用に問題はないのかなと思います。バックもこういった感じですね。ミディアム表記で自分がほんと、ビタッとするジャストなサイズ感で着用できます。これこそ、ジジャーのインナーとかにめちゃくちゃいいと思います。こちらのお値段で 29,800 円に消費税です。続きまして、リバースウィーブタイプの個体ですね。リーのタグつきまして、サイズ表記はラージです。ネイビーボディにミシガンのプリントが2段、ラバープリントで入ります。はい。まあ、ネイビーボディ、まあ、こちらもうっすらと全体的にフェード感はある、個体にはなります。バックもこういった感じですね。はい。こちらもラージ表記ということで、まあ、リバースと同様同じぐらいのサイズ感ですかね。自分が少し入れ目に切れるサイズ感です。こちらのお値段で7800円に消費税です。ここからリバースリーブですね。はい。90年代シュータグのラージ表記。で、ブラックボディの目つきの個体ですね。で、こちらも、まあ、ブラックのこういった感じのファンフェードだったりは、トータル的に見受けられる個体にはなります。はい。バックもこういった感じの雰囲気ですね。ブラックもやっぱり人気なのでおすすめかなと思います。ラージ表記で自分がこちらも少し緩めに着れるぐらいのサイズ感です。こちらのお値段で、17,800 円に消費税です。続きましてもこちらも90年代刺繍丈のラージ表記ですね。ネイビーボディにこちら胸元に小さく3段、ラバープリントが入ります。全体的にラバーのこういった感じの割れ感もありまして、こちらも同じくフェード感がある一点になります。はい。ちょっと細かいんですけど、ポツッとこういったステッチのほつれとかは見受けられます。バックもいい雰囲気だと思います。こちらもラージ表記で自分が少し緩めに着れるぐらいのサイズ感です。こちらのお値段で 15,800 円に消費税です。
続きまして、ミシガンのプリントですね。80年代トリコタクのラージ表記。こちらもネイビーボディに定番のイエローのラバープリントでミシガンと入ります。はい、先ほどと同様同じく、ちょっと少しフェード感、使用感は見受けられる一点にはなります。バックもこういった感じですね。ですが、雰囲気はいいので、お好きな方も多いかなと思います。ラージ表記で自分が少しで見切れるぐらいのサイズ感です。こちらのお値段で17,800円に消費税です。続きましても90年代シュータグですね。ラージ表記。同じくネイビーボディに胸元に小さく。結構小さいですね。ラバープリント2段入ります。で、リブもこれツートンの仕様ですね。珍しいと思います。このラバーの配色とかも結構珍しい一点かなと思います。で、バックに S ですね。はい。これは珍しいと思います。ラージ表記で、こちらも縮みとかは一切出てないですね。自分が緩めに切れるぐらいのサイズ感です。こちらのお値段で29,800円に消費税です。はい、続きましてもこちらも90年代シータグですね。エクストラージ表記。で、グレーボディに2段ネイビーにラバープリントが入ります。はい。で、これ裏地がですね、ふかふかしてる状態で結構コンディション抜群にいい一点かなと思います。はい、スレとかも全然ないですし、バックも綺麗な状態です。エクストララージ表記で自分がガバッと大きめに切れるサイズ感になります。こちらのお値段で25,800円に消費税です。続きまして、人気のブラックボディですね。90年代シュータグのラージ表記。ブラックボディにイエローのラバープリントが1段入ります。ブラックとイエローってやっぱり配色すごくいいかなと思います。で、全体的にフェード感あって、ポツッとこういったダメージとかは見受けられますが、まあ、そこまで大きなダメージ、致命的なダメージではないので、古着慣れしてる方であればそんなに気にならない程度かなと思います。ラージ表記で、こちらも自分が少し緩めに切れるぐらいのサイズ感です。こちらのお値段で39,800円に消費税です。ここから、数点ですね、ミリタリープリントがあります。90年代シュータグのラージ表記で、ホワイトボディに、ウエストポイントのですね、プリントが染み込みで入ります。はい。まあ、ホワイトボディなんですけども、汚れとかも全然ない一点ですね。ちょっと細かいんですけど、こういった色移りは見受けられますが、綺麗な状態かなと思います。バックもこういった感じですね。で、ラージ表記ということで、こちらも少し緩めに切れる一点かなと思います。こちらのお値段で79,800円に消費税です。続きまして、USMA の一点ですね。90年代シュータグのラージ表記、グレーボディにブラックで、USM、このプリントのハゲ、なんですかね、綺麗な状態、すごくコンディションいいと思います。で、裏地もこの状態なので、だいぶふかふかしてる、コンディション抜群の一点ですね。で、細かいんですけども、ところどころ、ちょっと薄めに、シミ汚れとか見受けられます。バックもこういった状態ですね。だいぶコンディションはいいのかなと思います。ラージ表記で、縮みも一切出てないですね。自分がガバッと大きめに着用できます。こちらのお値段で59,800円に消費税です。続きまして、ウィングフットの赤ボディですね。はい、青単色でつきます。70年代のラージ表記。で、レッドボディに3段ラバープリントで入ります。まあ、このウィングフットが下につく個体って探してみるとあんまりないのかなと思います。こちらも全体的にフェード感あって、使用感は見受けられる一点になります。はい。で、ラージ表記ですね。青単のラージ表記。自分が少し有名で、アームはちょっと細い、個体にはなりますが、ビタッと雨かじで着用できる一点かなと思います。こちらのお値段で59,800円に消費税です。ここからフードものですね。80年代トリコタグのラージ表記。で、グレーボディに1段ですね。ラバープリント、ネイビーで入ります。で、紐もしっかりとつく。コンディションのいい一点になります。で、バックは無地ですね。綺麗な状態です。こちらもラージ表記で自分が緩めに切れるぐらいのサイズ感になります。こちらのお値段で25,800円に消費税です。続きまして、こちらですね。90年代刺繍タグのラージ表記。ネイビーボディに、この鮮やかなブルーでノースカロライナとプリントが入ります。はい。紐はちょっと取れてしまってますが、コンディションは全然悪くないと思います。で、バックも綺麗な状態ですね。こちらもラージ表記で自分が緩めに切れるサイズ感になります。こちらのお値段で25,800円に消費税です。
続きまして珍しいですね。はい、単色の青タンですね。青タンのミディアムのこちら目なしの一点になります。ネイビーボディの目なしですね。結構珍しいと思います。まあ、全体的に使用感と、こそはあるんですけども、コンディションはすごくいいのかなと思います。そして目なしでバックのこの下にプリントが入るっていう個体ですね。これも珍しいと思います。はい。で、コンディションも良くて、70年代の青タン。自分で着用して、ちょっとビタッとするサイズ感にはなります。こちらのお値段で98,000円に消費税です。続きまして、ジャケット類ですね。まずはじめ、リーバイスです。70年代のこちらのタグ付きまして、サイズ表記はラージです。で、100% コットンのネイビーボディの、70505タイプですね。はい。で、白タブもしっかりと付きまして、全体的にこちらも使用感はありますけど、雰囲気はすごくいいかなと思います。バッグもこういった状態ですね。致命的なダメージとか汚れも一切見受けられないです。はい。サイズ表記40で自分が T シャツ着てビタッとするぐらいのサイズ感かなと思います。こちらのお値段で25,800円に消費税です。続きまして、パタのフリースですね。タグはこちらになりまして、サイズ表記はラージですね。で、ブラックボディのレトロ X になります。で、ボアの感じも、致命的な、なんですか、潰れとかでもなくて、まだ全然生きてる状態なので、ここから着ていただけるかなと思います。バックもこういった状態ですね。はい。ラージ表記で自分が、インナー着ても、だいぶガバッと大きめに着れるぐらいのレトロ X です。こちらのお値段で、25,800円に消費税です。続きましてもレトロ X ですね。こちらのタグつきまして、サイズ表記はミディアムですね。はい。で、ちょっと濃いめのグレーに、ブルーのこういった切り返しになってるカラーリングになります。こちらも先ほど同様ぐらいのフリースの感じですね。全然まだふかふか状態してますし、着用していただけるコンディションかなと思います。はい。ミディアム表記で自分が、もう少しジャストめに近い形で着用できます。こちらのお値段で、19,800円に消費税です。続きまして、パタゴニアのレギュレーターシリーズですね。R4 になります。そして、エクストララージのサイズ感ですね。結構デカめのサイズ感です。で、グリーンのカラーリング。まあ、R4 といった形にはなりますけども、コンディションも非常にいいのかなと思います。そして、このサイズ感ですね。やっぱ意外と少ないと思います。はい。エクストララージ表記で自分がほんと、だいぶ大きめの、サイズ感になります。で、しっかり、こちらの R の、刺繍も入ります。こちらのお値段で25,800円に消費税です。続きまして、ここからミリタリーですね。はい。ヘリンボーンの M43 になります。はい。サイズ表記がこちらですね。36レギュラーですね。で、ちょっと1点ですね。こういったサビ汚れは見受けられる個体にはなります。はい。全体的にミリタリー時の使用感はありますが、こちらも雰囲気素晴らしいかなと思います。バッグもこういった状態ですね。で、36レギュラーなので自分がほんと T シャツの下1枚着てジャストに着用できるぐらいのサイズ感です。ビタッと着用したい方にはおすすめのサイズ感かなと思います。こちらのお値段で29,800円に消費税です。続きましても M43 のこちら尿素ボタンの方ですね。で、こちらは38レギュラーになります。で、こっちは白のこういったワッペンとかも、パッチもつきまして、同じく、ちょっと使用感とか見受けられる一点になります。はい。袖もこういった感じにスレとかは見受けられます。で、バックもこういった感じの状態ですね。はい、サイズ感ワンアップ上がりまして、38レギュラーなので、少し自分がゆとりを持って着用できるぐらいのサイズ感かなと思います。こちらのお値段で25,800円に消費税です。続きまして、US ネイビーの N4 ですね。はい、こちらにちょっと薄いんですけども、US ネイビーのこういった感じの文字は薄くなってしまってるんですけども、見受けられます。で、タグもちょっと取れてしまってます。こちらも全体的に使用感を見受けられる N4 にはなります。はい。袖もこういった感じにすればポツポツと見受けられます。で、バックもですね、はい、こういった感じの雰囲気です。体積ちょっと取れてしまってるんですけども、おそらく36のサイズ感ぐらいですかね。自分がほんとジャストにビタッと着用できるぐらいのサイズ感です。こちらのお値段で15,800円に消費税です。続きまして、ウェップジャケットですね。はい。こちらタグはちょっと取れてしまってます。はい。
ですが、ワッペンとかもありまして、結構フェードガンとかコンディションも、いい方かなと思います。タグが取れてるだけって感じですね。はい、リブとかも虫食いとかも全然ないですね。1点こちらにちょっと破れたか見受けられますが、まあ、コンディションはいい方のウエストジャケットかなと思います。サイズ感もあるとすると、まあ、3パチとかですかね。自分が本当ジャストにジャケットを着るぐらいのサイズ感です。こちらのお値段で39,800 円に消費税です。続きましてこちらですね、エルマのデッキジャケットですね。サイズ表記は36です。で、裏地のアルパカのコンディションもいいですし、まあ、全体的にフェード感はありますが、こちらもコンディションいい方の個体かなと思います。ステンシルもまだしっかりと残ってます。焼け感とかはありますが、雰囲気はすごくいいですね。でちょっとこういった感じでポツポツダメージとかは見受けられます。で、バックにはステンシルが入らない方ですね。はい。まあ、ですが、サイズ感小さめなので、このあたりもほんとビタッと着ていただいて、かっこいいミリタリーアイテムではないかなと思います。自分でこれぐらいのサイズ感ですね。こちらのお値段で、9万8000円に消費税です。続きまして、ウールジャケットですね。はい。まずはじめにペンドルトンです。70年代のこのタグつきまして、サイズ表記はラージですね。で、赤とネイビーですかね、の、チェックになります。はい。ボタンもしっかりと完品で、コンディションもいい点になります。バッグもこういった状態ですね。ラージ表記で自分が着用して、まあ、ガバッと大きめに羽織れるウールジャケットかなと思います。はい。コンディションもいいので、すごくおすすめです。こちらのお値段で、12,800 円に消費税です。続きまして、ラルフローレンのジャケットですね。タグはこちらで、サイズ表記はミディアムです。はい。で、襟元が構図に切り返しになっている、きなりの一着になります。はい。こちらもきなりなんですけども、大きな汚れとかもなくて、コンディションは素晴らしいかなと思います。バッグもこういった状態ですね。こちらもミディアム表記。ラルフの作りなので結構大きめなんですけども、まあ、ハーフコート感覚でいただけるサイズ感かなと思います。こちらのお値段で 12,800 円に消費税です。続きまして、バウアーのですね、オールパーパスです。はい、タグはこちらになりまして、サイズ表記はちょっと切れてしまってますが、S の表記が見受けられます。はい、まあ、定番のカラーリングになりまして、まあ、リブとかの虫食いとかもなくて、こちらも、ユーズのコンディションにはなります。まあ、ジップもしっかりと稼働して、着ていただける方が多い個体かなと思います。はい。S 表記なので、小柄な男性だったり女性の方にもすごくおすすめな一点かなと思います。自分で着用して T シャツ1枚にほんとビタッとしてるぐらいのサイズ感になります。こちらのお値段で 25,800 円に消費税です。続きまして、こちらもエディ・バウアーですね。のダウンジャケットです。タグはこちらになりまして、サイズ表記はちょっと薄れてしまってます。はい。で、まあ、グリーンの切り返しになっていて、まあ、ダウンもしっかりと詰められてますし、コンディションはすごくいいのかなと思います。こちらもリブとかに、大きなダメージとかも見受けられないコンディションです。バックもこういった感じの状態ですね。1点バックにちょっとポツッとピンホールぐらいの穴は見受けられます。こちらもサイズよく見受けられないんですけども、SML で言うとミディアムぐらいのサイズ感ですかね。自分でほんとビタッとするぐらいのジャストめのサイズ感になります。こちらのお値段で 25,800 円に消費税です。続いてもエディ・バウアーですね。スナップジャケットになります。タグはこちらになりまして、こちらですね。ちょっと見づらいと思うんですけども、こちらですね。エクストララージ表記です。で、形も珍しいですし、意外と出てこない、ジャケットになりますので、おすすめかなと思います。普通にめちゃくちゃかっこいいジャケットかなと思います。切り返しになっていて、こちらもコンディションすごくいいと思います。ちょっと汚れとかポツポツと見受けられますが、まあ、しっかりとバウアーのこちらの刻印も使われてまして、サイズ感も大きめですね。バッグもこういった感じです。ガバッと着ていただけるジャケットかなと思います。逆にこのあたり本当着ている方も少ないので、人とも被らないですし、めちゃくちゃかっこいい、バウアーのジャケットかなと思います。こちらのお値段で 39,800 円に消費税です。続きましてスペシャルですね。はい、チャンピオンのこちら、40年代のデカランがつく。ジップのパーカーになります。サイズ表記はラージですね。まあ、デカランがつく、まあ、フルジップのパーカーってやっぱりないですし、そしてチャンピオン、これは素晴らしい、一点かなと思います。まあ、ジップもしっかりと稼働して、全体的にフェード感は見受けられる個体にはなります。ところどころこうやってダメージがポツポツとありますし、リブもツートンの仕様ですね。そしてバックに大きくナンバリングも入ります。はい。
サイズ感も結構デカめですね。着用していただける方多いぐらいのサイズ感かなと思います。自分でも結構大きめのサイズ感です。こちらのお値段で 39,800円に消費税です。結構お安いかなと思います。続きまして70505のビッグイですね。色味もしっかりと濃い一点になります。パッチの方はちょっと薄れてしまってますが、表記多分実寸で42ぐらいありますかね。で、色味も結構だいぶ濃いです。で、赤でもしっかりとつきまして、バックもこういった感じのいい濃い、ジャケットかなと思います。自分で合わせてみてですね、 T シャツ着て全然緩めに着れるぐらいのサイズ感です。はい、結構色味だいぶいいので、このあたりは本当おすすめかなと思います。こちらのお値段で 98,000円に消費税です。続きまして小物ですね、ご紹介いたします。ニューバランスの996のグレーのデッドストックですね。アメリカ製の一点で996の品番です。紙もしっかりとついて、箱付きのデッドストック、サイズ感はこちら9ですね。 US の9です。で、まあデッドストックのコンディションなので、本当も状態も綺麗ですし、ここから履いていただける一足かなと思います。デニムとかにも合わせていただいてもかっこいい一足ですね。こちらのお値段で 29,800円に消費税です。続きまして 80s ですね。アディダスのこちらスタンスミスの一足です。はい、で、まあ、着感のユーズド感ではあるんですけども、裏地のすり減りもなくて、コンディションはまだ、ここから全然履いていただける一足かなと思います。バックもこういった感じで、フロントとかもこういった感じですね。雰囲気はすごくあると思います。で、細かい全長の長さだったりとかは、ウェブストアをご参照いただけたらなと思います。はい、こちらのお値段で 49,800円に消費税です。あんまり入ることないかなと思います。続きましてバック類ですね。オールドコーチになります。はい、中のインジンもしっかりと、ちょっと見えづらいと思うんですけども、オールドコーチの保険もしっかりと入る、ブラックの使いやすい形になります。はい。で、アメリカの方でしっかりとオイルも塗ってますので、状態の方もすごくいい方になってるかなと思います。自分で合わせてこれぐらいのサイズ感ですね。店頭で本当大人気ですし、女性の方にもおすすめかなと思います。こちらのお値段で7,800円に消費税です。続きまして LLB のビッグです、バッグですね。3点ご紹介いたします。まずはじめにレザーハンドルの方ですね。タグは内側にこちらにしっかりとつきまして、中もこういった感じでちょっとゆず感はあるんですけども、まあ、人気のレザーハンドル、雰囲気もすごくいいのかなと思います。はい、ちょっと1点ポツッと、ダメージを見受けられます。このあたりですね。で、もう1つですね、こっちの方も状態はこういった感じになりまして、まあ人気のネイビーのカラーリングですね。フロントの汚れとかも少ないですし、コンディションはすごくいい方かなと思います。そしてこっちももう一つデカめのサイズ感のレッドの方ですね。はい、こちらも本当古着にすごく合いますし、まあ、80sのタグもしっかりとつきます。中も綺麗な状態です。こちらのレザーハンドルの方がお値段 15,800円に消費税です。こっちのネイビーの方が 19,800円に消費税です。こちらのレッドの方が 19,800円に消費税です。はい、まあ、LLB のトートもなかなか入荷が少なくなってきてますので、おすすめかなと思います。続きましてこちらですね、パンツ類ご紹介いたします。スウェットパンツですね。90年代七重丈のミディアム表記です。リバースウィーブタイプですね。はい、で、ネイビーボディに目もしっかりとつきまして、これアチアカデミーのミリタリープリントですね、入ります。はい、こちらも非常にミリタリープリントのスウェットパンツなかなかないと思うのでおすすめです。状態も綺麗な状態です。ミディアム表記の点ですね。自分で合わせてちょっとレングス長めなので、このあたり形綺麗なので、このあたりでスパッと切っていただいてもすごくいいのかなと思います。こちらのお値段で 15,800円に消費税です。続きましてこちら 50s のホワイトパンツですね。はい、ボタンフライの一点になりまして、ベルトループ細めの50年代頃のディティールですね。50年代なので、ドーンと太めのシルエットになりまして、バックもこういった感じですね。ホワイトの一点なんですけども、汚れとかも全然ない綺麗な状態です。結構もうデッドに近い形ですね。実寸で3318のサイズ感。自分がほんとズドーンと履けるレングス短めの個体です。こちらのお値段で 12,800円に消費税です。続きましてアーミーベイカーですね。タグはこちらになりまして、はい、こちらが64、すみません、64年会計の一点ですね。
で、表記が3433のサイズ感。ミリタリー特有の使用感はありますが、このあたり本と店頭でも人気のアイテムかなと思います。平ボタンの要素ボタンで、サイドにアジャストがつく初期の方ですね。バックもこういった雰囲気です。実寸で3432のアーミーベイカーのファースト。自分はちょっと大きめなんですけども、ロールアップしていただいても、履いていただいてもいいのかなと思います。こちらのお値段で19,800円に消費税です。続きまして、こちら M43 のヘリンボーンツイルですね。はい、13スタンをしっかりと使われてまして、こちらポケットが2トーン、こっちだけ2トーンになってる。結構珍しい一点かなと思います。まあ、フェード感もあるんですけども、この、個人的にはこうミリタリーはこれぐらいやれてる方が履きやすいのかなと思います。はい、ツレとかもありますが、まあ、全然問題ないぐらいの、コンディションかなと思います。はい、実寸でこちら3032のサイズ感です。はい。まあ、このあたりも本当に人気なので、まあ、入荷日には売れていくアイテムかなと思いますので、ウェブストアで上がる方、お早めにご検討いただけたらなと思います。こちらのお値段で35,800円に消費税です。続きまして、こちら51のフィールドパンツですね。タグはこちらで、ちょっとインジが薄くなってしまってるんですけども、ラージレギュラーのインジがちょっと薄く見受けられます。はい。で、こちらもですね、フロントからなんですけども、全体的にちょっと使用感は見受けられる個体にはなります。で、バックもですね、こういった感じの状態です。はい。実寸で3830です。はい。まあ、ウエスト大きめで、レングス短めの個体。このあたりも本当に人気かなと思います。こちらのお値段で29,800円に消費税です。続きまして、517ブラックですね。はい。こちらの紙タグつきまして、表記が3330のゴールデンサイズの517ブラックです。フロントカラーなんですけども、全体的にちょっと使用感だったり、ユーズ感が見受けられますが、まあ、ブラックデニムらしい色落ちに仕上がってる、綺麗な感じに仕上がってるかなと思います。まあ、多分若干ちょっとスレとかはありますけど、致命的なスレとかではないので、ここから全然履いていただける一本かなと思います。はい。で、こちらがリーバイジップが採用されています。で、バックですね。パッチもしっかりと残ってまして、3330表記の赤タブもしっかりとつきます。バックも真っ黄色の色味に仕上がってるかなと思います。はい。実寸で3230になってまして、自分でほんとジャストにビタッて履ける、一本になります。517ブラックも本当に数少なくて、探されてる方も多いのでおすすめかなと思います。こちらのお値段で22,800円で消費税です。続きまして、こちらもパッと見ですね、朝商品見てるとき、ヴィンテージデニム、505のヴィンテージかなと思ったんですけども、はい、こちらリーバイジップが使われていて、普通にこちら USA 製になります。はい、これはやっぱりなかなかないかなと思います。しっかりとヒゲとかも出てますし、この色落ちのローターですね。ほんと505のビッグイーとかに見えたんですけども、レギュラーデニムの90年代のデニムです。はい、で、バックですね。はい。しっかりとインも見受けられまして、36ニックの表記、赤タメもしっかりとつきます。はい。で、バックもこういった綺麗な状態ですね。実寸でこちら36ニックです。まあ、ほんとこれはないと思うので、お探しの方にはだいぶおすすめの505のアメリカ製かなと思います。はい。こちらのお値段で19,800円に消費税です。めちゃくちゃいいと思います。続きまして、こちら501ですね。501のビッグEになります。はい。フロントからなんですけども、ボタンフライですね。ポケット付近にこういった感じにダメージとかをポツポツと見受けられまして、この太もも付近もですね、こういった感じのダメージは見受けられます。で、つが色味もすごくいい。綺麗な501かなと思います。で、バックですね。紙パッチもしっかりと凝ってまして、インジとかはちょっと見受けづらくなってます。で、赤タブ。ビッグイーな方もしっかりとつきます。バックもこういった色味になりますね。で、実寸が3330のサイズ感です。自分もちょっと緩めに履けるぐらいのサイズ感で、レングスは短めですね。はい、レングスは上げられてしまってる一本にはなります。こちらのお値段で198,000円に消費税です。続きまして、501のビッグイーのウエストシングルのね、バックから見ていただきたいんですけども、こちら A タイプの一本になります。はい。で、インジが3136の表記ですね。はい。で、バックからなんですけども、赤タブもしっかりとつきまして、この色残りの一本です。アーキュレートもしっかりと残っていて、まだまだ濃い一本ですね。
そして嬉しいのがウエストシングルの一点で、もちろんこちらプリステッチが入ります、はい、フロントも結構まだまだ濃いですし、7割から8割程度色残りあるのかなと思います。生地感も結構まだぶわゴワゴワしてますね。実寸表記が3033のサイズ感になります。はい、このあたりのほんと濃いビッグユーズもお探しの方には持ってこいかなと思います。こちらのお値段で25万8000円に消費税です。続きましてこちらもスペシャルな、オーバーオールですね続き、こちらがキャントバステムのタグがつきます。はい、でこうキャントの印字も入ったボタン使われてますし、色味がですね8割から9割程度まだ色残ってる答えになります。結構マッコンの荒々しい感じのインディゴが残ってますね。でバックもですねちょっと色味はついてるんですけども、キャントのこの黄色の影がつけます。40年代頃ですかね。バックもこういったマッコンの状態です。で表記が実寸ですね、実寸の表記が3230のサイズ感になります。はい、自分には細めになるんですけども、まあ、ビタッとこういった感じのオーバーオールを着てもかっこいいのかなと思いますし、この色残りなので結構大人っぽい雰囲気も出るのかなと思います。こちらのお値段で59,800円に消費税です。ラスト1点ですね。はい、スペシャルです。ヘッドライトのつなぎになります。タグはこちらの赤のこのヘッドライトのつきます。はい、でボタンがこちらですね、ユニオンメイドのボタンが使われてます。でひっこりタイプの一点ですね。この辺のポケットちょっとダメージとか見受けられますが、やっぱりひっこりのこのオールインワンなかなか出ないと思いますし、やっぱり出てもデニムが多いのでこの辺りは非常に数は少ないのかなと思います。そしてバックですね、バックもですねこういった感じにレペアは細かく叩かれてるんですけども、丁寧に直されてる一着にはなります。はい、雰囲気はすごくいいです。実寸で4032のサイズ感です。ウエストはほんとこれぐらいあった方がガバッと大きめに切れますし、着用していただく方も多いのかなと思います。スペシャルなヘッドライトのつなぎです。こちらのお値段で79,800円に消費税です。本日もご視聴ありがとうございます。セレブレジン本店ではですね、現在スタッフの募集を行っております。はい、何かご不明点あればお電話にても対応しますし、ベルブレジンの本店のアカウントの方に DM していただいても構いませんので、どしどし、募集お待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。